自由民主党議員団の戸井田祐介です。私から自由民主党、維新の会、公明党、兵庫県民連合、日本共産党および無所属議員、すなわち本県議会議員86名一同を代表して、決議案第3号斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案の提案説明を行います。元県民局長が令和6年3月12日に作成した斉藤元彦兵庫県知事の違法行為等についてを発端とする文書問題が発生してから約半年が経過いたしました。この間、県政に対する県民の信頼は大きく損なわれ、県庁、県職員の動揺はやまず、誕生より156年の歴史を誇る我が有権兵庫の危機的状況が今や全国に知れ渡るところとなり、県と県民の誇りが深く傷つけられている光景に、二元代表制の一翼を担う兵庫県議会として、じくじたる思いを禁じえません。我々兵庫県議会は、県民からさまざまなお声をいただく中で、会派や議員個人の背景、感情を乗り越え、厳しい姿勢で真相解明すべきとの決意から、51年ぶりの百条委員会となる文書問題調査特別委員会を設置いたし、斉藤知事はじめ県幹部に向けられた7つの告発内容及び新たに加わった公益通報者保護について真偽を明らかにすることを通じて、県政の正常化と信頼回復に努めてまいりました。まず文書問題調査特別委員会の調査の中で、告発文書の内容に真実が存在し、文書が嘘800ではなく、告発者への対応が告発者探しや情報漏洩の疑いを指摘されるなど、不適切と言わざるを得ないことが明らかにもなったにもかかわらず、斉藤知事は真実相当性がない、誹謗中傷性が高いとして、県の対応は適切であったとする従来からの考えを変えることなく、かたくなな姿勢を取り続けておられます。同委員会で参考人招致した消費者庁の公益通報者保護制度検討会の委員を務める専門家は、公益通報者保護法の見地から、兵庫県は今も違法状態であると驚きの言葉で指摘を受けました。兵庫県を含め、公益通報者保護法の趣旨に沿った対応が取られていないと指摘される事例が各地で相次いでいることを受け、消費者庁では現在、通報者探しへの対策強化等に向けた法改正の検討を進めていることからも、専門家の指摘が消費者庁の立場や同法の趣旨と機を一にしたものといえます。告発者たる元県民局長の命が失われたという厳然たる事実は大変重いものであり、強く受け止めるべきであると考えます。次に、日本国憲法にのっとり、県民の生命と財産を守ることを使命とする行政の長たる知事が、その職責を果たすためには、県民、県職員の模範として、法令遵守は当然のことながら、人として守るべき倫理や道徳や人権感覚に基づく道義的責任がより強く求められます。しかし、同委員会の証人尋問での道義的責任が何かわからないとの知事の発言からは、道義的責任の有無や認否以前に知事としての資質を欠いていると断ぜざるを得ません。そして、告発文書への初動やその後において対応が不適切、不十分であったことにより、県民の信頼は失われ、県庁組織、県職員は疑心暗鬼に陥り、議会をも巻き込んで、県政は長期にわたる深刻な停滞と混乱を極めております。知事として強い自負と理想を持って、県政を前に進めることが私の責任だと一貫して辞職を否定する斉藤知事ではありますが、そういったさまざまな思いを胸に収め、組織のトップとして、また政治家として、事態の収拾に努めなければならない責任があったはずです。県市長会や県町村会からは、県の公益通報者保護対応の不適切さや、県政停滞による県、市、町の予算編成、関連施策への影響を深く憂慮する声明が出され、県政改革審議会でも委員から
憲政改革を議論とする状況にないのではないかとの厳しい意見が相次ぐなど、各界のリーダー団体からの批判が寄せられる異常事態であり、憲政を危機的状況に陥らせた政治的責任は免れません。憲政改革調査特別委員会では、いよいよ改革案の議論を控え、県民生活への影響を最小限に抑えるよう、憲政改革と来年度予算編成を着実に進めなければならない大変重要な局面において、本県及び県民の誇りを失墜させてしまった今、県民・県職員各界からの信頼回復は到底見込めず、斉藤県政がそれに応えることは困難で、これ以上県政を担い続けることは不可能であると考えます。我々兵庫県議会も県民の期待に応えるべく改革に挑戦し、新しい時代を切り開こうと若き知事と切磋琢磨してまいりましたが、以上のことから去る9月12日には自民党、公明党、兵庫県民連合、日本共産党の各議員団及び無所属4名の議員により斉藤知事の辞職を求める申し入れを行いました。9月9日に行われた維新の会による申し入れも踏まえ、兵庫県議会全議員86名による斉藤知事自らのご判断での辞職を促す最後通告でありました。しかし、ここに至ってもなお斉藤知事は真摯に受け止めるとは言われるものの、県民のためにその道を選ばれることはありませんでした。今もって知事の職にとどまろうとする姿勢に県民から批判の声が県庁に殺到し、その対応に県庁、県職員が疲弊しております。対話と現場主義をモットーに掲げられる斉藤知事の耳に、心に、県民の声は、現場や職員の悲鳴は届いているでしょうか。斉藤知事の責任は重く、本来ならば文書問題調査特別委員会の調査結果を待って判断すべきでありますが、これ以上の県政の停滞と混乱、権益の損失は許されるものではありません。県民本位の健全な県政と職員が安心して働ける職場を一日も早く回復し、来年度予算は新たに県民の信任を得た知事のもとで編成されるべきであります。よって斉藤知事にその要職を任せることはできません。兵庫県下全選挙区で県民からそれぞれ負託を受けている我々議員86名は、その総意と覚悟を持って執行機関に対する監視機能という議会の使命を果たし、県民のための県政を直ちに取り戻すため、ここに兵庫県議会として議会に与えられた機能を行使し、斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案を提案するものであります。結びに、我々兵庫県議会として告発された内容の真相解明は必ず成し遂げ、一刻も早い県政の正常化と、そして全ての県民にとってより良い県政運営の在り方、方向性を提言することをお誓い申し上げ、兵庫県議会の全議員を代表しての提案説明を終わります。橋本成俊議員、中田栄一議員、前田智樹議員、大塚公彦議員、松尾智美議員、菅武議員、向山志保議員、上野秀和議員、竹尾智恵議員、戸井田雄介議員、富山啓司議員、伊藤卓議員。よって斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案は可決されました。議場の閉鎖を解きます。それでは取材を受けします。まずは幹事社の朝日新聞島木さん、お願いします。はい。
幹事社の朝新聞の島木です。よろしくお願いします。斉藤さん、不信任決議案が可決されました。今の率直な心境、お気持ちをお聞かせください。そうですね。改めて、県民の皆様、すべての皆様に、こういった状況に、なっているということについては、結果的に、心配や、不信も抱かせてしまっているということになってますし、本当に心から申し訳ないという思いでいます。先ほど県議会で、不信任決議案が前回一致で可決されました。この事実というものはしっかり私自身が受け止めなきゃいけない、重い状況だというふうに改めて認識しています。このような決議案の可決という状況を招いたの原因というのはどこにあるというふうにお考えですか？やはり今の状況を招いているのは私に責任があるというふうに思っています。今回白票がですね、86人1人の票を入れていたとき、斉藤さんをずっと見られていたと思いますけど、その時の心境というのはどういうお気持ちでそれを見られていたんでしょうか？これまで3年間、県議会の皆さんには、コロナ対応で大変な時、それからその以外にもですね、やはり予算や条例とか、そういったところで、本当にご協力ご理解いただいてましたから、その中で、今回こういった状況になってますけども、議員の皆さんには本当に心から今でもですね、お一人お一人に対しての確かに反対されたり賛成したりとかそれぞれの立場でありましたけども、今でも心からお一人お一人86人全員の議員に対して感謝の気持ちを持っています。斉藤さんにはですね、今後10日間の猶予があって、議会の解散か失職か、あるいは辞職とか出直し選挙という選択肢もありますけれども、今どのような選択肢を取られるお考えがあるでしょうか？今日不信任決議案の議決という形になりましたので、これは大変重い議会側の選択です。で、一方で私にとってもやっぱり重い、状況を、ある意味こう示されたということになってますので、やはりしっかりと考えるということが大事だと思います。これから例えば今日自宅に帰られてからとかですね、どのようにしてこの選択っていうのを考えていこうというふうに思われているか？やはり、自分自身の思い、そして兵庫県にとってどういうことがこれから大事かということですね。これはそういったことも考えながら、自分自身の心の中と問いながらですね、考えていきたいというふうに思っています。あともう一問、斉藤さんがですね、ご自身の責任という言葉をお使いになられたのは僕の記憶では昨日が初めてだというふうに思います。具体的にですね、ご自身に何の責任があるというふうに現時点で思われますか？やはり、不信任決議案というものを、前回一致で、可決という形になりました。これはこういった結果として今の状況になっているということ、不信任決議を前回一致で私に対して、可決したという状況ですね。これについてこの結果をもってやはり私の責任があるというふうに思っています。一連の文書問題についてご自身の結果責任をお認めになったということでよろしいんでしょうか？そうですね。やはりいろいろこう法的にも、そういった面もですね、今も私は足りなく、問題な面があるというふうに考えてますけども、やはりこういった結果になっているということですね。やはり議会の皆さんから全会一致で、こういった形を示されたということは、経過責任として重いというふうに考えています。知事、アクタイムズの尾形ですが、すいません、順番にお渡ししますね。お待ちください。いいですか？幹事社から以上です。読売新聞北川。読売新聞北川です。不信任決議が可決されて、
まあ、知事は10日以内に議会を辞職解散するか辞職するか決断しなければいけません。そして来週は定例会見もありませんが、どこの場面で考えを表明していただけるのでしょうか。またどのような形で発表しようとお考えでしょうか。それについてはどのタイミングいつかということはですね、まだ、まあ、今日先ほど不信任が可決されたばかりですので、今すぐいつということは申し上げることはできませんけれども、それはしっかり考えて、まあ、決断を出していた中で、タイミング日時についてはあらかじめお伝えしたいと思います。しかるべき場所でしかるべき話をされています。もちろんですね、はい。あと、まあ、全県議全会一致で不信任決議が可決されるのは史上初で歴史的な日になりました。今斉藤知事はご自身に対して県議会から不信任決議を出されるまでに至った最大の理由、反省すべき部分はどこにあるかお考えでしょうか。まあ、先ほど朝日新聞さんにもおっしゃった通り、まあ、私自身は法的それから内容を含めてきちっとやってきた面もあると思いますけども、思ってますけども、まあ、それでもなお今こういった状況になったという結果責任については私はしっかり追わなきゃいけないというふうに思ってます。最後に一点だけ、今回賛成討論、不信任決議案の賛成討論が出ましたが、この答弁中に一部の県議の方は歓喜を待っている場面もありました、うん、各会派の答弁をどのような心情でお聞きになっていたんでしょうか。やはり各議員の皆さんはこれまで3年間の県政の中で本当にご協力、そして時にはいろんな議論もありましたけれども、私にとってはそういった中でこういった状況で皆様いろんな厳しい判断をされたと思いますので、そこについてはその思いを私も受け止めなければいけないと思ってますし、議員の皆さんにはお一人一人全ての皆さんに対しても感謝の気持ちしかないですね。分かりました、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか、はい、じゃあ神戸新聞金さん。神戸新聞金さん、今の対応についてしっかり考えるということですけど、新聞さんの方がアフリカされるから少しでも1週間以上経って、何で考えていたのか、これから考えることって何か近くなりますか。もともとやはり実際にことが決まってから考えるということが大事だと思いますので、今日結果を受けてこれから考えていくということです。知事、責任があると思っているということは、すみません、ちょ順番によろしいですか。もう小石野さん大丈夫ですか。その他ございますでしょうか。じゃあ関西テレビさん。すみません、関西テレビの宮脇と申します。議会閉会した後に職員の方で深々とお辞儀をされたのが印象になりました。どういった思いで、お辞儀をされていたのか教えていただけますか。県議会、今日始まりましたけれども、今日開会しました。不信任決議という結果になりました。職員の皆さんには、いずれにしても、この間、今日の補正予算も含めて一生懸命仕事をしていただいてましたので、まずはそこへの感謝の気持ちですね。そして知事が辞職を選ぶのか、辞職を選ぶのか、それともダブル選挙なんていう噂も、ね、上がっていますけれども、どういった選択肢っていう、この選択肢はもう今の時点でないっていうのだったりとか、なんかどういう考えがあるのか少しでも教えていただけませんか。先ほど神戸新聞さんにも答えた通り、実際に決議が決まったのがまさに今ですから、これからどういった対応をするのか、これは議会にとっても重い決断だと思いますけど、それを受け止めた知事にとってもやはり私にとっても重い判断決断になりますので、しっかり考えてきちっとした時にお伝えできるようにしたいと思います。 NHK です。NHK の村と申します。よろしくお願いします。それこそこれまで、朝の、登場時のぶら下がりとかでもですね、県政を前に進めていく、県政改革を進めていくって思いがすごく知事の印象的な言葉だったと思うんですけども、その気持ちは今も変わりないってことですか。その気持ちは変わりはないです。やはりこれまで改革を進めさせていただいて、そして、新しい時代に向けた取り組みを自分なりにしてきました。それをやはり続けていくということが私の思いとしては大事な
思いだということです。まあ、一方で、まあ、今日不信任決議案が可決されたということは、これは本当に重く受け止めなければいけないというふうに思っています。ってなると、今ご自身の中では、今のお言葉からすると、続投の意向と解散を、まあ、解散をするということは排除していないというふうに読み取ってもよろしいですか。どういった選択をするかというのは、先ほど答えたとおり、まさに今決まったところですし、大変重い判断になりますから、まあ、これはこれからしっかり考えていくということです。最後にこれに聞かせてください。もう一度ちょっと知事の思いをですね、ぜひ聞きたいんですけども、86名皆さんが得票、つまり賛成票を一票一票知事の目の前を通っていって票を入れていかれました。その時、まあ、知事も、まあ、ご事情したりとかですね、目があったと思うんですけども、それについて、まあ、顔見知りの方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、それについて知事はどういう思いでその瞬間、また議長の可決成立したという言葉を聞かれてたんでしょうか。まあ、まず議員の皆さんには、まあ、今回不信任決議にあたっていろんな本当に思い、そして厳しい、そして苦しい、まあ、ご判断をそれぞれされたと思います。まあ、一方で私としては一人一人が自分の目の前を通られる中で、やはり一人一人の議員の皆さんの、まあ、これまでの県政のご支援とか、まあ、時には厳しいご指摘、まあ、ご批判もありました。まあ、それを一人一人思い出しながら感謝の気持ちを、まあ、感じてたということですね。最後に確認だけしてください。不信任決議案が可決成立したという通知は、まあ、議長から報告があると思いますが、その通知というのはまだ現時点では来ていないということでよろしいですか。はい、私は受け取ってません。通知はまだ来ていないということで、はい、はい、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。読売テレビです。読売テレビのアナリスト、先ほど、まあ、様々な話があるというようなことをおっしゃっていましたけれども、まあ、今回前回市での可決です。仮に解散を選んだとしても、まあ、もう一度不信任案が出されて可決する可能性も十分にある、基準高いと思うんですけれども、それでも解散をも選択肢の中にあるとお考えでしょうか。これちょっと繰り返しになりますけれども、まあ、やはり不信任決議案というのは大変重い話です。まあ、私自身もこれは県政にとって大事な局面になりますから、まあ、これは重く受け止めて自分自身がどういう判断をしていくかということをしっかり考えていくということが大事だと思いますので、やっぱり決めるにもやはりやっぱりこう、まあ、一定の覚悟と自分自身にとってのやっぱり判断が必要ですから、まあ、それはこれからしっかり考えていきたいと思います。おっしゃっているように非常に重い決断だと思うんですけれども、まあ、今相談する相手もなかなかという話もありましたが、まあ、これまで支援してくださった議員の方、もしくは身内の方、どなたかに相談されるようではないでしょうか。この問題は政策とかそういった問題ではなくて、まあ、やはり、知事としてのこう対応の、まあ、一番大事なこう政治的な話もありますので、まあ、ここはやっぱり私自身が自分の中でしっかり考えて判断していくということが大事だと思います。片手にはなりますが、いつまでに判断したいというような区切りは自分の中にないでしょうか。まあ、今日は まさに今可決したばかりですから、これからしっかり考えていと思います。あとお一人かお二人でと思っております。最後お願いします。あ、ちょっと待って、はい、ケンジさん、斉藤知事はこれまでの中で知事は孤独だという表現をされたことがありました。今はどんな思いですか。そうですね、確かに孤独な面もあります。まあ、それはやはり知事というのは行政機関でいうトップの立場ですから、まあ、最終的な判断は自分がしなきゃいけないというふうに思わなきゃいけない場面がたくさんあります。今回の不信任決議案に対する判断もそうだと思います。まあ、ただ一方でやはりこれまでの、まあ、県議会の先生、それから職員の方々、それさらには県民の皆さんにまあ、やっぱ感謝の気持ちというものはしっかり持ちたいというふうに思っています。86人全員からの全会一致という結果です。この部分でもその孤独感というのはあるんでしょうか。孤独感というよりも議会の皆さんの大きな判断をやっぱしっかり受け止めなきゃいけないというふうに思っています。わかりました。
最後項目を絞ってお願いします。ハーフタイムズの方です。知事、先ほど来自分には責任があると、そして県議会の議員に対して感謝の気持ちがあるとおっしゃってましたけれども、話を聞いてると辞職の方に傾いているように聞こえるんですけれども、維新の議員からですね、遅かれ早かれあなたは失職すると、県議会を解散してもですね、差異がないと、県議が辞職を求めるということは、それは県民が求めているということだという、いろいろ厳しいですね、まあ、いわば身内からそういう言葉がありましたけれども、知事として今は辞職ということを真剣に考えているということでしょうか、それともまだ県議会の解散というのは本当に選択肢として残っているのか、これ県民が見ているわけですから、率直な気持ちをですね、伝えてもらえないでしょうか、今の気持ちを。うん、ちょっと繰り返しになってしまいます。まさに今決議が通ったわけですから、これは本当に重い議会側も判断になります。それに対して私もしっかり受け止めて、重い判断になりますから、やっぱりしっかり考えさせていただきたいというのが私の思いです。それは10日間時間をかけるんでしょうか、それともできるだけ早く、それが県民に対する誠実さだと思いますけれども、そこはどうでしょうか。そこはまさにこれから、まさに今ですね、通った可決されたばっかしですから、どのようなタイミングで、自分としての判断を示すかっていうのは、またそこも含めて判断させていただきたいと思います。今でも県議会の解散という選択肢は残っているということなんですね。まさにそこは今可決されたところですから、しっかり考えたいと思います。はい、すいません、お時間になりました。はい、ありがとうございます。どうも。日本と全日本の調査しないんですが、常に知らずだったらそれくらい、日本さんの全人の調査しないんですか、居直るんだったらそれくらいやったらどうですか、やらないんですか、気持ちもあるんですか、いつやるんですか。これからしっかりと下げされたばっかりですか、どのように判断するかというのは考えています。責任は重いということですけれども、責任はどのように取られているんですか。これからしっかり新決議案に対する対応を考えていきたい。3月27日の発言について撤回や謝罪はしてもらうする考えないですか。これから新任決議案が通りましたので、自分としてどういう対応をしていくかというのはしっかり考えていきたいと思います。3月27日の発言についてですよ、嘘800とか公明しか、それは撤回しないんでしょうか。井本さんの調査しないんですか。井本さんの調査、